Hello everyone. Hello everyone. I really enjoyed watching everybody's Facebook lives, and I was really happy to see everybody is interactive in the lesson and learned a lot from Aiko-san during the last 5 days. 今日はそのグループコーチングっていうのが私も学ばせてもらって、どんな感じだったかっていうのを私の個人的なあのエクスペリエンスを含めてお話をしていきたいなと思います。昨日の Facebook ライブ、Yeah, Aiko-san's feedback was really great yesterday, and I had a little chat with Aiko-san after the session, andShe told me how energized she was after the lesson. なんかもうすごいなと思って。You can tell how passionate she is about what she does. もうすごかったなと思って。私も2020年にミニレッスン取らせてもらったんですけれども、そこからまたまたパワーアップしてるっていう感じがすごいして、昨日はなんかその余韻に浸っていました。で、昨日はそのフィードバックを聞きながら私も何回も笑ってたんですよね。みんなが親しんでいる発音の学びとやっぱ逆のことを愛子さんがどんどん言うから、いやもうそれがやっぱ面白いなと思って、例えばその発音を学ぶときやっぱ横に鏡を置いてそれを見ましょうって言ってる教材多いですよね。それとかたけしさんと話をされてたときに、まあ、ボイチャートはあまり見ないでとか言う先生いないじゃないですか。で、私も発音指導を東京で学んだ時は、最初の発音フィードバックの時に、こうやってメモを取っていたら、いやいやいや、口を見ないで、どこ見るのみたいな言われて、ちゃんと口を見てって言われたのすごい覚えてるので、愛子さんがフィードバックをする時に、やっぱり最初、音で聞く、その音の中にある息遣いとかバイブレーションとかそのモメンタムっていうのを聞くんだよっていうのを聞いた時に、わ、これはなんかもう別次元だなと思って、異次元だなと思ってすごいびっくりしたっていうのを覚えてます。なので本当愛子さんのティーチングっていうのはなんか突き抜けてるんですよね。本当に普通のこうよくある巷のやつよりも突き抜けている、なんか本当にトップショップっていう感じがして、他では学べないことがここで学べるというのはもう本当に昨日ももう改めてそう思いました。もういつもそう思ってるけれども、だから本当私も愛子さんを見つけてよかったなって昨日本当にそう思ってたんですよね。で、私がこの2年弱愛子さんのから発音を学ぶことによってどんな風に変化してきたかっていうのをちょっと3つぐらい挙げてみたいと思います。まず私の音の聞き方、そして聞こえ方っていうのが180度変わりました。本当に変わったと思います。なんかみんなその弱形とか脱落とかその音が消えるっていう風に学びますよね。私もそうやって学んできました。だけど今本当に音はそんなつながらないし、ネイティブの人はみんな言っている、みんな言ってるんですよ。だからそれでそれが聞こえてくるか、必ずその音のスペースっていうのはあるっていうのがもうバーって聞いてる時に聞こえてくるようになった。もう本当に聞こえ方変わったなって。で、去年の年末とかに私が、いやこの人ペラペラ英語喋れていい感じだな、かっこいいなと思ってた日本人の人がいて、その人の英語を久しぶりに聞いてみたんですよね。そしたらびっくりした。え、あれこんな感じだったっけと思って、あ、本当早くってこうチョップチョップチョップしてて、で、シーンとかは聞こえてこない、あれこんなんだったっけって思った時に、ああ私の耳が変わってきたんだなっていうのがすごい、実体験として感じました。そういうのが一つ。あとは、あかねさんと昨日愛子さんが話をされていた時に、articles 冠詞 an とか the っていうのとか、あとは plural s、 あと tense、past tense present tense っていうので時制とか、この辺がすごい聞こえてくるから、だから私は今なんかこの上級者としてもっとその監視とかが分かるように極めたいなって
それを今やってるところですね。なんか意識すると聞こえてくる。で、どんどん聞こえてくるから、もっと意識するっていうので、すごいいいスパイラルになって、今そこをもっともっとやりたいなって思ってるところです。なので、愛子さんが、Your attention is, you, is where your focus is っていうのを、よく教えてくれるんですけど、本当そう。知らないと聞けないけれども、知ってるとどんどん聞こえてくるっていうレベルになってるかなと思います。で、3個目の変化は、やっぱリスニングのスキルがめちゃくちゃ上がってきてるっていう実感があります。私が愛子さんの12週間をのやつを初めて取った時のレベルっていうのは、私自身大学の時に UCLA に1年ちょっとだけ留学をしてるので、まあ、授業の英語は聞ける。で、その後帰ってきて、仕事でもずっと英語を使ってるので、その業務的なことで何か聞こえないことがあるとか、業務的なことで困ったことはない。ないです、まず。だけど、めちゃくちゃ早いインタビューとか、ポッドキャストとか聞いていて、もちろん、英語の学ぶためのやつとかじゃなくって、普通の人が普通に、まあ、ネイティブの人たちが普通に聞いてるような、そういうやつを聞いてるときに、すごい早いと、もやっとしたり、あれ、今何の話になってる？みたいな感じで、理解力が落ちるっていうのがあったんですよね。だから、そういうのをどうしたらもっともっと聞けるようになれるかなっていうのを、ずっと模索してたというか、まあ、なんとなく勉強し続けたらもっと聞けるようになれるかな、どうなんだろうっていう感じで考えてた。でも、そういうレベルだった2020年から、この1年ぐらいブワーって上がってきてるっていうのをすごい感じるんですよね。そのもやっとするような領域でもどんどんレベルアップしている、聞けるようにどんどんなってきてるっていうのがあります。例えば今私は The Moth っていう MOTH っていうストーリーテリングのポッドキャストをよく聞いてるんですけれども、これはもう普通の人が普通に自分のストーリーを語るっていう感じで、でも2020年とかは、それ聞いてて、いや、わかるやつはわかる。でも、いや、この人なんかすごいわかりにくいな。なんだろう。何の話だった？みたいな。そういうのがあったんだけれども、最近は聞くとわかる。わかるし、普通に一生懸命聞いてるっていう感じじゃなくって、車とかでずっと聞いてるときに、普通に入ってくるやつがプロセスできるし、なんかちょっとじわっと涙したり、ああよかったっていう感じで、普通に楽しみながら聞けるようになってきてる。で、でも時々、あ、この人なんかちょっと聞きにくいなっていうのは、その人のアクセントがちょっと、強めに出てる人だったり、あとはリージョナルダイアレクツっていうので、ちょっと南部の人の英語だったりっていうのとか、スラングがめちゃくちゃ多い人とか そういうのだと、あ、わからないんだなっていう感じで、なんか切り分けができるんですよ。発音でわからないんじゃなくって、あ、やっぱもっともっとここワードとかフレーズとかスラングとか、そのダイアレクツの部分とかっていうのが聞けるようになったら、もっと分かるようになるんだなって、それが原因だなって分かるっていう感じになってきていますね。で、今回 Y のコンソナントっていうのをやりましたけれども、先日も Currently っていうスケジューリングのソフトウェアの開発しているスタートアップの CEO の人が喋ってるやつを聞いていて、で、一瞬 Yale って入ったんですよね。で、もう本当、早い早い2人でインタビューしてるから、で、あ、イエローって短くスファって入った時に、あ、この人イェール大学行ってたのかなって思って調べてみたら、あ、そうだった。でも、これ1年前聞けてたかなと思って、だからなんかそういう風に、あ、すごい、発音やったから上がってきてるっていうのを、感じるっていう場面がたくさんあります。だから、ももこさんとか、リスニング上げたいっていうので話されてたのを聞いてたんですけれどもね、それぞれのレベルから発音やったら必ずリスニングは上がる。もう皆さんそういう上級者レベルまで来ておられる中で、リスニング上げようと思ったら、やっぱ発音やった方が、
インパクトがでかいっていうのを私も感じていますっていう感じの、こういう変化があったっていう感じですね。で、ちょっとここからこのグループコーチング、じゃあ12週間のグループコーチングで具体的に私はどんな感じで受けたかっていうのを、あの3つちょっと書き出してみたんで、それを最後お話ししていきたいと思いますね。まず1点目、発音をもう真剣にものにしようと思ったら絶対にフィードバックを受けた方がいいです。いい、あの今回は5分だけのミニレッスンのフィードバックでしたけれども、これが毎週ですよ。毎週自分だけで15分とかフィードバックをしてくれるんですよね。なのでそれを聞くと、あ、自分はできていると、自分はできていると思ってたところができていないというのはたくさんあるということに気づきます気づきます。で、私も12週間を取った時っていうのはミニレッスンを取って、あ、これをやった方がいいと思ったからすぐサインアップをしたんですけれども、その時のマインドセットっていうのは私の発音は結構いけていると思っていたんですよね。そんな聞き返されることもないし、ただクライアントさんの指導をするために、もっとそのスキルを学んだ方がいいと思っていたから、そういうマインドセットでスタートしたんですけど、いやできてないできてないっていうことがたくさん、もうフィードバックを受けるから分かるんですよ。自分は正しいと思ってるから。例えば、because とかっていう手話とかも、もっと because って言ってたと思います。で、experience っていうのも experience を使ってた。で、Do you eat raw fish? Raw fish? Raw とかっていうのも raw fish ぐらいで言ってたと思います。で、 only みたいな、 only ってめちゃくちゃ使うけれども、 only って言ってた。only oh なんだとかっていうのが気づいたり、逆に audience っていう形でこの綴りに引っ張られて audience ってずっと audience 言ってたけど、ああ audience なんだとか、こういうなんか細かいのがフィードバックを受けることによって一つ一つ全部置き換わっていくんですよね。で、発音記号を見るっていうことがもう当たり前の世界になってきて、どんどん自分の発音がポリッシュされていく。で、そうすると本当に音を聞いた時のレイヤーがなくなるので、どんどん音がクリアに入ってくるっていう風に、なって今に至ってるんだと思います。あと12週間の中で私が一番課題になったのは、もう後半になってくるとやっぱ日本語のリズムというか、やっぱもっとチョップチョップしてた。で、今も練習しているけれども、ダイナミックな動きっていうのがやっぱまだまだ分からなかったので、愛子さんに Your English is so not alive って言われて死んでるって、もうエネルギーが止まっているって、なんでその最後まで行く前にエネルギーがなくなるのって、何回もそれを毎週言ってもらってたんですよ。でもこれって一回聞いただけでは変わらんの難しいと思います。だから毎週そうやって、私もリトライは週中で必ずもう欠かさず出してました。で、You're going to the right direction っていうので、ああそうじゃないよって言ってもらうか、いいよって言ってもらうかっていうので、どんどん軌道修正していくから、12週間でぐんぐん上がっていくっていうのが、ありました。だからフィードバックは絶対受けた方がいい、受けた方がいいです。気づきが多いっていうことが1点目と、あと2点目はオンラインの動画マテリアルっていうのがウィークリーでドリップされてくるんですけれども、これは私は今でも見ます。母音のところもう一回整理したいなとか、T のところもう一回復習したいなとか思って今でも見るんですよね。で、もう一度復習したいなって言って見ると、自分のレベルがどんどん上がってるから、キャッチできる情報が違うんですよ、本当に。だって愛子さんの21年がそこに詰まってるから、最初に聞いた時気づいてなかったけれども、ああそういうことかみたいな、点と線がどんどんつながってくる。だからそれぐらい深いマテリアルなんですよ。なので、そうですね、これが愛子さんが言っていた教材のやつで、私プリントアウトしてなんかこのボロボロになっちゃってますけれども、
本当に一回見て終わりじゃなくて、何回も見て自分の中でどんどん落とし込みしていくっていう、そういうすごい楽しいマテリアルです、オンラインのやつっていう感じなので、分かってたつもりだけれどもできていなかったっていうのが、どん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 こう理解力が上がっていくっていうのがあります。で、3点目はその愛子さんが常にもう前行ってる常に背中を見て追いかける感じっていう感じが、私はすごい、もうこれはなかなか他でないんじゃないかなっていつも思うんですよ。教えてる人ってやっぱり教材とかもうなんかそれ一個できたらそれで教えるっていう感じになるけど、愛子さんってあれなんですね、本当に探求心が強いから、ご自分もどん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 進化していってる。で、それをもう本当にオープンにシェアしてくれるので、すごい刺激的な環境で、学び続けることができる。で、自分が悩むようなところは、さっきともみさんも書いてくださってましたけれども、愛子さん必ずそこ通ってきてるので、ああそれはっていうので分かってくれる。だからその適切な引き出しからいろんなアドバイスが出てきて、効果的に自分も上がっていける、いろいろ模索しながらねっていう感じが、あります。だから本当に教育こう指導する側だけれども、愛子さんも学び続けているっていうことっていうのは、なんかもう私はそういう環境が好きなので、それはすごく楽しい。だからそれは YouTube とかで愛子さんを知った方も多いと思うんですけれども、 YouTube のレベル以上のことっていうのがどんどん一緒に学び続けられるっていう環境になるかなと思います。なので、なんか本当発音って生きてる言葉でどんどん毎日変わってるし、みんなが使ってっていうものなので、それをなんか全部セオリーみたいな学問でこうやって学んでいたっていう、私もそこからスタートしたけれども、それってなんかちっちゃいビニールプールの中のお魚みたいな感じで、で、私は愛子さんから学ぶことによって、なんかもう海に飛び出して今大会をこう泳いでるって感じ大会でこのダイナミックな、英語っていうの発音っていう世界を楽しんでるっていう感じになってます。で、音の違いも音もどんどん、もっと追求したいと思うと、もっともっといっぱい聞こえてくるっていう感じに、なっているので、愛子さんの、この12週間っていうのが、やっぱそこのダイナミックな世界に入っていく入り口っていう感じで、すっごいコンデンス、楽しく効率的に、そして教材ではなくリアルな英語が学べるものになっているので、愛子さんもおっしゃってたように、真剣にちょっとこれやってみたいなと思う方、真剣な方、やってみた方が絶対いいです。そして、英語の指導してる方、私みたいに英語コーチとか英語発音コーチとかっていうのは、やっぱりクライアントさんが自分の英語を見て、そこからこういうものなんだっていうのをお見本になるわけなので、ぜひこの愛子さんからのティーチングっていうのは本当に心からお勧めします。私はあんまり何でもかんでもいいって言わないです。まあそれは、まあそこそこっていう時はお勧めしない、お勧めしません。でも愛子さんのやつは発音なんかいろいろやってきたけれども、いろいろある中で、いやこれはもう突き抜けてるなって思ってるから、心から、推薦しますお勧めしますという感じになります。ちょっと20分ぐらいお話をしていましたけれども、そんなぐらいが私からの、自分の、経験を含めた、シェアになりますので、ぜひこのミニレッスンよりもっともっと深みに進んで学んでいきたいなと思う方、ぜひこのチャンスを、使って、やっていってくだ進んでいってくださいね。私ももしそこで一緒にサポートできるんだったらすごく嬉しいですという感じになります。はい、なんか質問とかありますかね。大丈夫かな。はい、大丈夫ですかね。はい、では
リトライのやつとかまだ出してない方、ぜひぜひこの機会使ってくださいね。あともうちょっと11時までかなっていう感じです。 OK、 ではありがとうございました。